エンジョイパチンコライフ。あれディスケ、どうしたの？頭抱えて。頭痛いの？何何？熱ないの？測るね。これはね、38度ぐらいある。病院行った？今日休みだったでしょ。行った方がいいのに。私連れてくよ、今から。いいの？行く？行く？でもね、お金持ってないの、私今。稼いでくる。ここで稼いでくるよ。その間、店の中で寝てて。休憩室あるからね。行こう。病院行こうよ、病院行こう。寒くない？なんかね、超あったかいから大丈夫。パチンコ屋超あったかいよ。行こう行こう。説明しよう。閉店 Z とはいつもは閉店10分前から実践の閉店風閉店ちゃんが、視聴者のみんながわーわーやーやー言うからだいたい夜9時くらいに現れ、だいたい閉店60分くらい前から実践する画期的な番組である。はい、じゃあ早速ね、全体を見ていこうかな。あ、こっちすごい5スロ結構ありますね。こっちが20スロかな。ちょっと20スロ見ていきます。オキドキ、ジャグラー、おー、ジャグラー結構出してますね。いいなー。あー、すごい、オキドキがこれずっと連台で積んでますよ。すごいな。もう9時なんだけどな。おー、ジャグラーこっちも3箱ぐらい積んでる。結構ね、積んでる台多いですね。お、ここ花花。あ、でもデータ的になんか良さそうな気がする。ここも花花も積んでますね。他も見てみましょうかね。友だ、友いっぱいある。おお、友出てる出てる、年代で。あ、まだ続いてますね、すごい。あ、鬼武者ね。お、続いてる。私も鬼武者大好きなんですよ。結構ね、出ますよね。一応ね、パチンコの方も見てどっち打つか決めていきたいと思います。じゃあパチンココーナー行ってみましょうかね。こっち1円 0.5。 あ、結構 0.5 円も多い。あ、 0.2 円、結構いろんなレートで楽しめそうですね、これ。すごい台数多い。いいですね。あ、ここから4パチになってるんだ。ほー。お、ガロの魔界の花。ちょっと見ていこうかな。お、まだ続いてるけど、結構出してますね。状況いい。保留もバッチリ変わってね。お、こっちも出てる。結構みんな今連チャン中なんだ。これね、でも迷うけど、やっぱりね、ちょっとスロット打っていきたいと思います。何言うと、結構いい台多いですもんね。オキドキとかね、ハナハナとか結構出てましたよね。久しぶりの閉店 Z なんで勝ちたいんですよね。だから AT、ART よりもちょっと A タイプで攻めてみようかな。ほう、なんか花々多いね。全30台へ。そうですね、すごい回してる台と回ってない台があるんですけど、これがね、結構累計を回ってて、合成もね、今ある中で一番いいかな。いいと思うんで、この時間からなので、ちょっとね、1台目このニューキング花々でやっていきたいと思います。頑張ります。あ、デカコインいいですね。じゃあ早速始めていきたいと思います。あれ入んね。おい、ディスケのためにね、お金稼げないとね、病院連れていけないよね。
私が見てもいいんだけど熱あるからね。おー来た、早くないですか。3回ぐらい行きます。おービッグだやりました。ちょっとディスケのために頑張りますね。やったー。365ゲームだからね、うん、結構回してくれてた。でもこんな早く着くと思ってなかったからちょっとびっくりですね。離れしないとね、これだけじゃまだね使用費足りない。じゃあラスト、はい、じゃあ頑張っていきましょう。早かったからね。はい、ワンゲーム連チャンス。ダメだ、あ、びっくりした。え、私何かやりました。なんか言われた気がする。棒からね、はまらずに速い当たりがいいな。なんか最近夜から打ってなかったから結構新鮮だな。いいですよね、やっぱりデータ見てから打てるっていうのは。朝一で結構私失敗してますからね。皆さんで好きなアーティストとかいますか。私はね自分の話がしたかっただけなんですけど、一昨日ね、横浜アリーナで 1,2,3,4 と XJAPAN のね連日のコンサートがあって、それ一日行ってきたんですけど、初めてね X 行ったんですけども、最高に感動しました。めちゃくちゃ楽しかったし、昔から好きだったんですけど、小さい時ね、小学生ぐらいの時にヒデさんが亡くなったから、結構ねだいぶ経ってから行ってるんですけど、前からねなんと23列目とかだったから、すごい会場もね見えたりとか、ステージの上のねドラムとかも全然見えて、やっぱね超近いとね、まあ遠くでも多分楽しいんだろうけど、 X の場合はでも隣の人と仲良くなって一緒に騒いだりとか、結構ファンの人もね温かくて、 X はとにかく最高でした。ちょっとね泣きましたもん。ラスティーネイルとか、まあ、フォーエバーラブとかで YOSHIKI さんとかトシさんが泣いてる時があったんですけど、一緒にちょっともらい泣きしちゃったりとかね。まあということで X は最高ですってことです。これからもねツアーとかやるみたいだから、ちょっとまた行きたいですね。隣の人なんてね、同じ看護師だったんですよ、たまたま話したら、ね、なんかロンドンでライブがあるらしくて、それもね行くらしい。すごいなと思って。あ、すいません、あ、はじめまして、ふみちんぎゅうです。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、本当ですか、嬉しいです、ありがとうございます。本当ですか。あ、ステッカーよかったら、あって言いながら車の中に置いてきちゃった、ごめんなさい。また今度もし来た時絶対渡すので、はい、すいません。あ、ねねねね、嬉しいです、見てくれてるんだ、ありがとうございます。やばい、車にいろんなもん置いてきたと今日ね新宿付近から電車で来たんですけど、結構ね地図で見たらぐるーっと回ってる感じだけど、近いですね、思ったより。千葉まで総武線なんかで1時間ちょい行って、その後内房線でしたっけ、内房線で9分とかだったから、あ、こんな近いんだと思ってね、こんないい店あるんだったらまた来たい。電車とかで全然行って、その後
木更津とかのあれですね、アウトレットとか行って木更津からバスで横浜に帰るって最高のルート思いつきました。そろそろねクリスマスとかもあるし、なんかね皆さんいろいろ出かけそうですよね。アウトレットとかね結構いろんな時期にも人気だけど、クリスマスとかも結構お客さん多そうですよね。はい、実践の途中ですが D ステーション浜野さんの情報をお伝えします。ね、この動画が配信される頃にはあの D ステーション浜野さんの方は、大型のリニューアルがあります。詳しいことはねちょっとお話できないんですけど、詳しくは P ワールドの方を見てください。で、あの一部なんですけど30杯の方がねワンボックス完成されておりまして、あの置き時が20台花藩鳳凰の方が10台ですね完成されておりますので、お近くの方ご覧になってください。あとですねパチンココーナーパチスロコーナーの方もガラッとね変わりますので、あの皆さんお近くの方はぜひぜひ遊びに来てください。ということで続きの方ご覧ください。最近ね周りからよく私大食いって言われるんですよ。昨日もなんか仕事だったからっていうのもあるんですけど、まあ、普通にお昼ナポリタン食べて、まあ、自分で作ったんですけど食べて、その後に実践終わってミスド行ってドーナツ1個食べて、その後にちょっと小腹が空いたから近くにあったたこ焼き屋さん行ってたこ焼き食べて、でその後にちょっとお腹膨れてたから横浜の方帰ったんですけど、そこでもお腹空いて次はねスープストックのレギュラーカップ頼む。これ取って、くわいいな、やばい、私もね黙っとこう、あれ見てください、素晴らしい。しかもあれ1回転で書いてないですか、うわーすごい。私もあれ出したい。すごいですね、1回転で行きましたね。私はもう120回転回ってる。あれが1ゲーム連かしたことないからね、今日奇跡が起これば見えるんじゃないですかね。おお、ちょっとこれ光り方違う。127回転ビッグかな、この時間だからねビッグでちょっと出玉を増やしたい。おお、2回目のビッグ、あ今日調子いいかも。よし行きます、嬉しい。よそ見してると当たるんですかね。というか私もワンゲーム連したい。でもね今前の閉店 Z だったらいつもね当たりは引くんだけどバケ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 みたいな感じで全部ビッグで偏ったら勝てたのにっていうのが多かったから、今日ちょっと期待ですね。はい、ラスト、さあ1ゲーム連するか、いきます、お願いします。ダメですね、私どっか触れてます、なんとかに触れないでねって言ってます。はい、はい、あ、忘れないでねって言ってるんですね、触れないでねって聞こえます。よし、1ゲーム連はできなかったけど離れんできるように頑張ります。いやー2回連続でビッグ嬉しいな、なかなかビッグ引かない私だからなおさら嬉しい。そうや、クリスマスネタに戻すけどあれですね、
私ディースケと過ごすんだ今彼氏だから24はディースケと言います。私の友達周りは連絡してこないでください。ディースケと仲良くしてるから、その子にはね、ディースケの体調も、ね、絶対良くなってるから。めちゃくちゃ可愛いんですよね、ディースケ。めっちゃ可愛い。そばにいるだけで癒される。あと何回時間内に当たりを引けるかでね、1時間ちょっととかだから、やっぱりね、まあビッグに偏ってほしいですね。おー、来たー、77回転ビッグビッグビッグ、3回連続ビッグはないか、下だか、おー来たー、やったー、やりましたー、嬉しい。撮影中に3回連続ビッグ初めてかもしんない。いつもバケが多いからね。はい、おお嫌がらせ出ないと思って降りないんだ。よしよし、下皿がいっぱいになった。あ、すみません、ありがとうございます。ごめんなさいね、私スロットやり始めてそんな長くないから、メダルの入れ方も下手くそなんです。結構こぼすんですよ。あのみんながやってる綺麗に積むっていうのがまずできない。皆さんすごいですよね。こんな入れて大丈夫ですか？うん？こぼしちゃいますかね。わあ、それまあよく下ろしてるから何とも言えないですけどね。下ろさないように頑張りますね。そう、今1箱目入れたけど、いつもね1箱目入れたらすぐ下ろすことになるの、私頑張らないとね。はい、ラスト。さあ1ゲーム連してみますか。ウィ、まあなんないですよね。まあまあ離れんさせましょうよ。でも今ちょうど出てるからいいですけど、これ一回も当たらずに治療費稼いでくるでって言ってずっとパチンコ屋の休憩室に寝かせてる彼女って、もうディースケから振られますよね。普通だったらね、よくおとなしく待ってくれてるよな。でも本当1年経つの早いですね。もうこの動画が配信される頃はクリスマスイブだし、あっという間に年越しますよ。これはやばい、下皿減ってきた。良くないんですよね、箱に入れると良くない。このパチンコでもそうだけど、下皿をねちょっといっぱいにして打つのがねいいんですよ。自分の中のあれですけどね、下皿も全部きれいにしてね、下の箱も変えちゃってたらね、なんか格変とか引く気がしない、時短で終了みたいな。下皿がなくなる前に当たりを引くと自分の中で決めてたんだけど、どうなんだろう。まあまだもうちょっとあるから。さあ、この前親友と電話してて、あ、実家のね、実家の方の実家の方の親友と電話してたんですけど、私今年29が看護師の方の仕事納めなんですよ。から、まあ飛行機ねすごい高くて往復で7万ぐらいしたから、ちょっとねケチってバスにしたんですけど、まあ30の朝には着くから、30か31にパチンコスロットのね
今年最後の締めを一緒に打ちに行かないかっていう話をしてて、ちょっとね迷い中です。最後ボロボロになるのも嫌だしな。でもね2016年入ってからも新年の1回目一緒に打ちに行こうって言われてるから、うん、年内に負ける方がいいかもしれないですね。やっぱりね年始めはねプラスで終わらないとねテンション上がらないですからね。今からちょっと何打とうと思ってるんですよね。最後パチンコで行くかスロットで行くかどっちにしよう。あ、多分そうですね、最後はツイッターでつぶやいてると思うんで、よかったらツイッター見てください。100回越した。おっとっと、本当に下皿がなくなってきました。やばいな、すぐに箱を下ろすことになるって言われた通りだ。よし、箱を下ろしましょうあー、ごめんなさい。本当に下ろすことになったじゃないですか、預言者ですか。もうちょこっとにしとき、いやもうちょっと入れとこうかな。すいません、これぐらいで当たりを引きたいと思いますあのさっき打ってる時に声かけてくれたご夫婦の方がいらっしゃるんですけど、ご夫婦でね一緒に見てくれてるって YouTube 見てくれてるって言ってたんですけど、すごい嬉しいですよね。だから嬉しくてもうすぐにステッカー渡そうと思ったら、なんとね車に置き忘れてきちゃってて、今度は絶対持ってくるので見てたらぜひもらいに来てください。すいませんでした。そう、今ね YouTube 見てる皆さんも近くとかね、まあ遠いところが結構多いんですけど、まあね時間があったら会いに来てください。で、うん、いつでももし当たってなくても当たってても全然気軽に声かけてください。 Twitter とかでもねいつどこどこに行きますっていうのはブログも Twitter でも告知してるので、よかったらね今後の予定とかも見てくださいね。そうだ、あと私半年経つのにまだ決め台詞ないんです。考えてるんですけどね。ということで決め台詞も絶賛募集中なのでよろしくお願いします。いや時間内にあと2回ぐらいはいけるんじゃないかな。どうなの、ね、閉店までに何回か当たり引きたいですね。全部飲まれちゃったとか言ったらねシャレにならないですからね。ずいぶん台が静かになっちゃいましたよ。おお、来た、やっとだ、165回転でやっと来ました。さあもう一回見っかこないかな、時間的にね。よし、行きます、お願いします。おお、すごくないですか、4回目出たー、やばい、私今日ビッグの日だ。出玉的にはね嬉しいですね。これでね1ゲーム連でもしてくれたらね、まあまあ欲張りはね言っちゃダメだ。はい、そうですよね、このまま行けばね、今日ね1万円でマクロスで1万発出てたんですよ。で3万円プラスだったんですけど、6時間打ってる時にまあ回る台が地獄少女しかなかったから地獄少女打ってたんですけど、800ぐらいまでハマって全部飲まれちゃったとかなんないように気をつけます。ことでしたか、ごめんなさい、すいません早く前向いてやれって言ってるのかと思って
よし、ワンゲーム連いきます。あーやっぱダメだな、なかなかいかないですよね、うまくはね。さっき165回転だからちょっと100回転以内に引きたいですね。あー肉食べたいな、最近食べ過ぎだから大好きな焼肉をちょっと我慢してるんですよ。でもそろそろ行ってもいいかなと思ってね。だって焼肉食べなかったらその代わりドーナツ食べたりいろんなもの食べたりするぐらいだったらね、一気にがっつり食べた方がまだマシかなと。待って、これまた光らなかったら下皿がなくなるという永遠それが始まるんじゃないでしょうか。阻止せない、阻止しないとね。おっとまた160ちょいになったよ。また下皿がなくなるよ。はい、まだ下ろしてない、あれからはまだ下ろしてないです。あー、いやこれで当てますよ、さっきも当てたし。もう243だもん、もうね、ちょっともう一回当てたいな。この最後の最後ハマるのってね、ちょっとテンション下がりますね。まあね、初期投資少ないからあんま文句は言えないんだけど、ハマりなく終わりたいな。いいんですか、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あ、これクリスマスイブなんで、あ、でもご夫婦でどこか出かけますかね。もし時間あったら見てください。はい、なります。はい、それぐらいクリスマスイブです、これは。本当ですか、ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、気をつけて帰ってください。さよなら。ありがとうございます。今ね、さっきステッカー渡せなかった方が戻ってきて差し入れしてくれました、ありがとうございます。もうね、夜も暗いからね、気をつけて帰ってほしいですね。いや本当ありがたい。286か、300までには。結構ハマりますね。あー、もう一回箱下ろしますか。あと8分、もう一回引きたいですね。やばい、これかなりちょい、これぐらいにしときますよ。ちょっとでも残しときたい。いやいや、ほんと引きたいですね。グラフがちょっと下がってきたな。さあ、そろそろ来てほしい。区間が閉店しちゃうよ。もう膝の上に置いてやります。あー、こんなちょっとしかない。これワンビッグ、ワンビッグ欲しい。うわー、あと3分、カップラーメンできちゃうよ。とりあえず回すだけ、回せるだけ回そう。もう400くる、すごい減りましたよ、出玉。うわー、アナウンスだった。あと1回、あー、
これボーナス図柄、あ普通に回しちゃっていい、ラストやめます、アナウンス流れたからやめます。はい、では閉店になってしまったのでちょっと少ないですが流していきたいと思います。ありがとうございます。はいはい、今日はねニューキング花々をねずっと打ったんですけど、最初ね結構出たんですけど出玉減らしてしまって、でもこちらですね、まあ勝ちは勝ちなんで久しぶりにね閉店 Z で勝ったし、やったやっと勝ったー、リースケ勝ったよー。あれ休憩所いるって言ったのいないし、まあいっか、私横浜で、ね、焼肉でも食べて帰ろう、勝ったしね。おーディースケ本当にないな、いいや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 、結果ちょい勝ちだったけど何はともあれ勝ちは勝ち、きっとディースケも喜んでない。果たして病の中消えたディースケは今何を飲む、でもまだまだ戦いは終わらない、行け閉店 Z、 次のホールでみんなが待ってるぞ。 PTube はこんなに楽しい、人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる、人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く、 VTube ダウンロードしてね、えいえい。